ら恋する二人はドキドキワナワナのハートを抱えてどうするのねえ胸が破けそう。ここの寿司屋は日本一寿司食いね寿司食いね皆さんで寿司食いね。さん、はい、1年でようやくたどり着きましたけど、はい、今、無事に終わった感想をまずいただけますか。本当にもう2回目は去年ちょっとコロナで延期になりましたので1年越しだったんですよ。でリハーサルの時はみんなイエイエイって言ってたのがもう日を追うごとに数が多くなって、うわこれ本当に開催ができるのかできないのかも我々も本当にヒヤヒヤドキドキしてましたけれども今日実現できて本当に良かったと思います。でお客様も、足を運んでくださった皆様本当にありがたかったです。あったかい拍手で迎えてくださって本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。ほっとしました。感動しました。今回の、まあ、それはそれぞれいただけますかね。それと今日の感想ですね。でもね、僕コンサートっていうのは渋垣隊解散してからやったことなかったんで33年ぶりらしいんですね。それでどうなるかな、緊張しないように緊張しないようにっていう感じで来てたんだけど、やっぱりこうステージ立つと、ちょっと緊張して歌もちょっと間違えたりヘロヘロになったりとかちょっと自分でもびっくりしましたね。やっぱりお客さんのこの前だとねなんかちょっとリハーサル室とちょっと違かったなって感じました、うん、本当に皆様4人の皆様が私の本当に無謀なお願いを聞いてくださって心よくもう承知してくださってこんな夢のようなコンサートできるなんて本当に嬉しいです。アイドル時代コンサート一度もしたことなかったので、今日は本当に40年目の、初のコンサートという形になりましたので本当になんかリハーサル中もこの1年間だったですけども、ゆみちゃん、深川さん、ゆいちゃん、ともみちゃん、なんか毎日のようにメールもして励まし合ったりしてすごく仲良くなれたことも私の財産になりました。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。松本さん2回目とかそんなこと考えたりしますもん。もうぜひともですね、もう今日成功した暁にはまた2回3回いろんなメンバーの皆さんと絡んで、でまたお願いすることがあるかと思いますので、また被害者の会、はい、よろしくお願いします。でもね、SNS のこうほらリハーサル風景とか上げてるじゃない、うん、コメント見るとね、うん、いろんな地方にも来てくださいっていう声が多かったですよ。この東京だからどうしても行けないけども、このメンバーで主要都市行きたいですね。ちょっとコロナが収まったらね、はい、北海道からスタートしてさ、うん、バーって行ってツアー行ってさ、最後はゆいちゃんの地元の宮崎、宮崎まで行こう。宮崎なかなか来てくれないんですよ皆さん。宮崎まで行こう。すぐ熊本とか行っちゃうんで、ね、山口経由でよ。山口経由で、いや香川もよ、ぜひ香川も行かなきゃ。香川山口宮崎でお願いします、ね、あと草加、埼玉県に行かないといけない。